皆さん、コンコン TV です。ここは韓国ですね。今、音楽活動のために韓国に来てます。僕の新曲聞きましたか皆さん、まあ、僕のというかあのギタリストのパクチョンさんの新曲で、新曲に僕が歌った時間そげな、皆さん聞いたかな。でその曲のために、その曲の活動のために今韓国に来てるんですよ。それで3日前はラジオやってて、昨日と今日兄貴のギタリスト兄貴のコンサートがあって、僕がゲストで3曲昨日歌いました。また今日も歌います。で昨日はちょっとね、僕も10年ぶり韓国での活動だったので余裕がなくて撮れなかったんですけど、今日はちょっと様子を皆さんに見せますね。コンサートホールはこんな感じです。結構おしゃれですよ。 JCC アートセンターっていうところです。家族は今名古屋にいるんです。会いたくて毎日泣きながら寝てます。昨日は2回1部と2部があって、今日は日曜日で1回で終わりです。韓国は日本と違くて、ミュージシャン演奏者が単独ライブやることが難しいんですよ。ほぼ無理なんです。まあ、日本は市場が大きいですから、まあ、できることなんですけど、韓国ではギタリスト一人で単独、まあ、ワンマンライブっていうか、日本ではワンマンライブかな、単独コンサート、まあ、よくはやってるかもしれないですけど、韓国はギタリストで唯一やってる人はこのパクチョン、ギタリストなんですよ。前回もコンコ TV で出演したんですよね。皆さん見てますよね。それで素晴らしいアーティストで、僕も尊敬してるギタリストで、僕が新曲で歌ったので今日もゲストで歌います。昨日はゲスト僕一人だったんですけど、今日はまたスペシャルゲストがなんか来るみたいですね。多分日本の皆さんもみんな知ってる女性のシンガーなんですよ。それでホールに入りましょうか。ここなんですよ。ここ、かっこいいね。ポストはこんな感じ。じゃじゃん。ゲストこのソン。閉まってる。裏から入ります。はあ、閉まった。안녕하세요. 네네네. 네네, 지금 유튜브 찍느라. 지금 밑에 계신가요? 2층에. 네, 아, 2층. 네. 와, 연습してます 왔네. 사운드 체크. 가나? 홀은 こんな 感じです. 안녕하세요. 내가 주원사마 유튜브. 아니 지금 찍으면 안 되나? 메이크업 아토네. 안녕하세요. 안녕하세요.
の曲の次は僕です。頑張ります。終了です。お疲れ様でした。はい、皆さん、ライブが、公演が終わりました。ここはパクさんの兄貴の、スタジオなんですよ。こんにちは。はい、皆さん、ハロー、皆さん。パクさん、パクジョンさんです。オーソンさん、オーソンさんの声が素晴らしいでした。素晴らしいでした。はい、もちろんおかげで、パクさんは韓国で一番人気のギタリストなんですよ。それで僕が歌うことができて、それで今また次のスケジュールを打ち合わせしに来てます。次の簡単なスケジュール。簡単なスケジュール。ライブどうでしたか、コンサートは。今日？いや、今日じゃなくて、この前、おとといと。あ、ライブ。おてんや。ライブ、ライブどうでしたか。ライブどうでしたか。素晴らしいね、行こう。よかったですか。満足しました。よかったです。また、これからの韓国のスケジュールとか、様子、あとね、活動する様子を皆さんに公開しますので楽しんでください。また韓国で頑張って、また日本でも兄貴と僕もこの曲も日本語で出して活動したいし、また韓国、兄貴がね、韓国のすごく有名なアイドル、だから今ないな、名前ない、言っちゃダメ、今言っちゃダメですって。日本でも大人気、もう BTS 次の有名なアイドルにも。いや、이거나가면안돼。아이거얘기안했어아직누군지얘기안했어아이거하지마이거하지마이제아직알아사람들이아주그래서유명한기타아이돌의기타를弾いたので、まあその曲はまたちょっと公開されたら皆さんに紹介しますね。それまた次のと、まあ頑張ってアップします。ちょっと歌と一緒にやりしながら動画編集がちょっと難しくて、ちょっと撮っておいた動画が結構あるので頑張って動画해주시되아프시마스미나상님타메니엔소이겨거도도엔소아예엔소엔소해드리겠습니다가뭐지히트하게마스히트하게마스치다치다쳐드리겠습니다아연주해드리겠습니다엔소시대하게마스엔소시아예그래아게아게르엔소시대사시하게마스엔소시대하게마스아이거이거된거엔소시대하게마스お金かかるので、あと彼も日本で活動できるまで、まあ多分できると思うので、はい、また次の動画出してくださいね。じゃあね、ピョンコンコン、ピョンコンコン、コンコン、はい、ピョン、ピョン。